どうもプエなんです。東京メトロのですね、四ツ谷駅なんですけれども、駅の構内で、とっても不思議な、自動販売機を見つけました。ちょっと見てください。こんな感じでですね、さりげなく自動販売機があるんですよね。ちょっとじゃあ買ってみましょう。中にこんな感じでこうね、番号が書いてあってリンゴが置いてあるんですね。どれがいいかな。青森産リンゴ、青リンゴと赤いのがありますね。じゃあちょっと買ってみよう。18番にしてみようかな。18購入と。おー落ちた落ちた。おー、リンゴだな。じゃあちょっと早速食ってみようかなと思います。はい、では早速ですね、ちょっと食べてみたいと思います。これね、袋は、中に、4切れ入ってますね。ちょっと食べてみます。うまい。皮むいてないです。皮むいてないですけど、このまま食べてもね、美味しいですね。ちょっと酸っぱみがありますけれども、なかなかこういい味のリンゴじゃないかと思います。こうなんか噛んでるとだんだん甘みが出てきますね。すごい美味しいですね。美味しい美味しい。これもう一個買って帰りたくなりましたね。以上プイアンでした。